データは現在流通している、高貨クォーターとして知られるアメリカ合衆国25セント、硬貨は、アメリカ合衆国内で流通する通貨。1アメリカ合衆国ドルのクォーター分の価値を持つ、1796年から製造されており、アメリカ合衆国の高価の中でも1ドル高価、50セント硬貨に、次ぐ、額面の大きな通貨単位である、高価は時折、スペインである高価の、 トゥービッツと呼ばれることがあるが、これは一レある効果が、初期のアメリカにおいて使用されていた、スペインドルの8分の1の価値があり、2枚の効果で、そのドルの4分の1の価値と等しかった事実による、ものである。クラットメタルという貼り合わせ合金で製造されている、現在の効果には、白銅が使われ、5.67g の質量、24.26mm の直径、 厚さ 1.75mm で作られ、円にギザギザの溝を持つ。この銅、ニッケル合金で作るクォーター硬貨は1965年に導入され、クラッドメタルという金属をサンドウィッチ状にする製造法や、当時の大統領リンドン・ジョンソンにちなんで、ジョンソン・サンドウィッチと呼ばれることもあった。1枚の硬貨に対し4.29セントの費用がかかる。 1965年以前のクォーター効果は90%の銀と10%の銅の合金により製造され、また1828年までに製造されていた初期の効果はこれらよりもやや大きく薄い効果である。現在通常の流通用に発行されている25セント効果は表側には衆国初代大統領のジョージ・ワシントンが描かれたワシントンクォーターであり、 裏側には白桃和紙の絵が描かれている。このワシントンクォーターは彫刻家のジョン・フラナガンがデザインした。当初この効貨は記念効貨として発行されていたものだったが、後の1934年に正式に発行される効貨となった。50周記念効貨よりアイガホ州のクォーター効貨。1999年アメリカ合衆国50周記念25セント。 硬貨プログラムが開始され、一般に出回るクォーター効果の裏側にアメリカ合衆国各州のデザインが描かれたほか、表側のワシントンの絵柄にも少々修正が加えられた。このため、裏側にワシの絵が描かれた以前の効果が、プログラムの実施期間中は製造が一時中断された。近年合衆国議会はこのクォーター硬貨のほか、リンカーンセントやジェファーソンニッケ 坂上やダラーのデザイン変更案をアメリカ合衆国財務省に提出しており、クォーター効果は50周期年効果プログラムの実施期間終了後にそのデザインが変更となる可能性もある。ただし他の効果に変更案が出された際も効果に描かれている人物のデザインがそのまま維持された事例もあることからデザイン修正後もワシントンの肖像は描かれ続けるのではないかという意見もある。 2007年1月23日、アメリカ合衆国会員は、本来の50周記念効果プログラムの実施期間を1年延長し、2009年まで行う法案を通過した。これは50州の効果に加え、ワシントン DC 及び海外領土である順州、自治領及び自由連合州のアメリカ領、バージン諸島、プエルトリコ、グアム、アメリカ領サモア、 北マリアナ諸島のデザインを理面に描いたクォーター効果を作るという内容であった。この法案は2007年12月に上院承認を経てブッシュ大統領が署名した。50周記念効果に使用されている文字のフォントは描かれている週ごとに異なるが、そのほとんどはアルバートス MT フォントから派生したものが使われている。 2006年6月7日にはアメリカザ・ビューティフル25セント効果法が会員に提出され2008年12月にジョージ・ W ・ブッシュ大統領が署名司法案が成立この各州の国立公園がデザインされたアメリカザ・ビューティフル25セント効果プログラムは2010年から開始しており12年間継続される予定現在貴重なワシントンクォーター銀貨は以下の通り 数字は効果に刻まれた製造年。製造所を表すミントマークは D がデンバー、S がサンフランシスコで、マークがないものはすべてフィラデルフィアの造幣局で製造されたものである。また、下記の種類はプルーフ効果ではない。製造所だけでなく、良好な状態で見つけることが困難なことから、 デンバー造幣局で製造された1935年、1936年、1940年の効果は他の効果に比べて市場で高値がついている。1932年にデンバーとサンフランシスコで製造されたもののようにリストに上がっている他の効果はその低い製造量のために高い価値が付けられている。二重にマーク打ち付けられた効果も 特に状態の良いものは希少かつ効果であるが、こうしたエラーが見られる。ワシントンクォーター以前の効果ほど高い支持を得ていない。1934年にフィラデルフィアで打ち抜かれた25セント効果には2つの種類がある。このうちの1つは1932年に製造された効果と同じ、インゴットウィートラストの標語が薄く刻まれているもので、もう1つは標語が濃く刻まれたものである。 特段状態の良いものであれば別だが、これら二つの効果の価値は違いがあまりない。ワシントンクォーターに銀が使用されていた期間は1932年から1964年で、期間中はその年のワシントンクォーターを製造しない、造幣局もあった。1933年にクォーター効果が製造された例はなく、 サンフランシスコの造幣局も1934年と1949年には硬貨の製造を控え、その後も1968年にプルーフ硬貨を作るまで、1955年から25セント硬貨の製造を中止した。デンバーの造幣局でも1938年に製造が行われなかった一方で、フィラデルフィアの造幣局では1933年を、 除いいてその製造が中止されたことはな1936年から1942年、1950年から1967年のプルーフ効果はフィラデルフィアの造幣局で製造されたが、1968年よりサンフランシスコの造幣局へと移された。ちなみにミントマークは裏側にある鷲が止まっている。花冠の下側に位置している。 銅とニッケルの合金で作られたワシントンクォーターの製造は1965年に開始された。この使用する金属が変更されるにあたり、デンバーとサンフランシスコの造幣局では、1965年から1967年に製造した硬貨にミントマークが刻まれていない。銀からこの合金へ変更されたのは、本質的な銀の価値が銀を含む硬貨の額面価値を、 超えてしまい、利益のために効果を溶かして、銀を利用されたため、連邦政府が効果にかかるコストを抑えたことが理由である。合金を使用するようになった。最初の3年間は、サンフランシスコの造幣局で、スペシャルミントセットとして、プルーフ効果の代わりに見本セットが販売された。この中の一部の種類などは、その希少性から高額の値段が付けられている。 現時点でこの銅とニッケルの合金で製造された効果も銀貨と同じく高値が付けられたものがあり、その中でも一部の効果や特定の年に製造されたものが特に際立つ。1965年から1971年及び1981年の製造でディープカメオと呼ばれる種類のプルーフ効果は高く評価されている。これはその数が少ないことのほか、 1981年から1986年製造の効果など1980年代の効果は流通量が多いため状態の良いクォーター効果も少ないことさらに1982年と1983年度は効果セットが製造されておらず未使用の状態の効果があまり見つからないことや1981年から1994年に製造された硬貨で MS67 のグレードが付けられているものは、およそ1000ドル以上の高値が付けられていることが挙げられる。製造された場所を表すミントマークは、表側の右下。1965年から1967年まで、白銅の効果にはこのミントマークが付けられていなかった。1968年から1979年に、製造されたクォーター硬貨には、デンバーなら、D。 サンフランシスコなら S、そしてフィラデルフィアで作られた場合であれば、マークが描かれていない。1980年より現在まで製造されている25セント、効果は D がデンバー、プルーフ効果のみ、S がサンフランシスコ、そして P がフィラデルフィアの造幣局で製造されたことを意味する。このフィラデルフィア造幣局は、九百八十年の一セと効果以外は、 すべての効果に、その、P の、ミントマークを刻むことが許されている。ディストリクト・オブ・コロンビアユナイテッド・シテーツ、テリートリス・セルキュア・レイティング・クォーター・ダラープログラムアクト、ハット・ザ・ユナイテッド・シテーツ・ミント・コインズ・メダルズ、プログラム、ありがとうございます。